コルネリス・ファンドールン、コルネリス・ヨハネス・ファンドールン、コーネラス・ヨハネス・バンドーン、1837年2月9日から1906年2月24日は、オランダの土木技術者で、明治時代の親とい外国人。約8年間にわたって、日本で河川、港湾の整備計画を立て、オランダ人土木技師のリーダーを務めた。携わった事業には、 大きな成果を上げたアサカ疎水や全面的な失敗に終わったノビル執行など様々な事例がある。1837年2月9日にオランダ東部のヘルダーラント州ブルメンで生まれた改革長老協会の牧師である父のピーテル・ W ・ファンドールン、ピーター・ W ・バンドーンと母のコルネリア・ JH ・ファンドールン、コーネリア・ JH ・バンドールンの第二子で五人兄弟だったと される。当時、彼の生まれた、春地区は、人口およそ数百名の農村だった。ファンドールンは小学校を卒業後、ユトレヒト工業学校、現在の日本の工業高校に、相当に6年間通った。続いて1855年に18歳で、デリフトの王立土木工学高等専門学校、現、デリフト科大学の長高生となっている。この頃、 公務員である議官として働いていたと考えられている。成績は優秀で1860年に技師インジンガーの免状を送られ、国から技術官僚として採用された。その後、水星省の命令でオランダ領東インドのジャワ島に派遣され、技術助手として鉄道建設などに携わった。1863年にオランダに帰国してからは、 アムステルダムとデンヘルダー間の鉄道建設に従事した後に職を辞し、マーストリヒトの高等学校で数学の教師となった。しかし1865年に政府議会に復職し、今度はアムステルダムとデンヘルダー間の運河改策に関わった。この際、アムステルダムでヨハニス・デレーケと共に校門建設を行い、後に彼を日本に招聘している。 1872年2月に、ファンドールンは来日し、親とい外国人として契約を結んだ。明治政府から求められていたのは、全国各地の港湾、河川の整備であった。まず同年5月に、利根川と江戸川の改修のため、利根川全域を調査した。この際、日本初の科学的な水観測を行い、両河川の分流点にやはり、 日本初の領水表を5月4日に設置した。7月には淀川、その後は品野川、木曽川も視察している。さらに政府から求められた大阪港の築造のため、ヨハニス・デレーケ、ジョージ・アーノルド・エッセルらの議事をオランダーら招聘し、翌1873年に彼らが来日するとリーダーとしての役割を担った。同年3月25日には、 傷川支流を調査するなど、精力的に業務をこなし、1874年には、内務卿大久保利道によって、月給を500円から600円に増額されている。これは、当時の閣僚と同程度の金額である。契約期間の延長を前提とし、翌1875年にはオランダに一時帰国した。ファンドールンは1年後に、再び来日し、 大久保の立案した1878年の土木、7大プロジェクトの実現のため、浅霞疎水や延びる地工の事業計画を立案した。浅霞疎水の事業においては、奈良原茂や内務官僚の南一郎平の優れた働きもあり、他国の大規模な灌漑事業との比較から、詳細な計画が得られ、大きな成果を収めた。なお、改作案にはの4つがあったが、 現地での調査から、沼上峠改作案が最適であると報告している。一方、伸びる筆行については、明治天皇の東北巡行の際に、各県の県令から要望があったため、1876年には、ファンドールンが現地に派遣されている。その後1878年に工事が始まったが、完成の1882年により、前の1880年2月に、 ファンドールンは契約を終えて帰国した。1885年に台風で壊滅的な被害を受けてノビルチッコーは廃止され、後にヒロイーサムはファンドールンの設計を厳しく批判している。このため、自ら設計したノビルチッコーの工事中に帰国したのは設計の不備に気づき完成の確信が持てなかったためではないかも言われている。一方、当時は 古市君たけらヨーロッパで土木工学を学んだ人々が続々と帰国しており、財政上の理由もあって、多くのお雇い外国人が契約を更新されなくなった、実機でも温め、特別な事情はないという見方もある。帰国後、1880年5月にファンドールンは日本政府から訓四等旭実賞受賞を贈られている。1883年には、 オランダ植民地省の移植で、カリブ海のオランダ領キュラ総統に赴き、主任技師として、不当工事や、カンドック建造などを行った。その後、ハーグで、オランダ鉄筋コンクリート会社を設立し、筆頭取締役についている。また、教著で、治水工学の本も執筆した。生涯結婚せず、1906年2月24日に、 アムステルダムの自宅で生居した。墓は福島県郡山市在住の一市民に発見されるまで長く無縁仏状態であったが現在は郡山市長を借地者としてアムステルダム市内の東公営墓地にある。1979年に郡山市の市民からの寄付で記念碑が墓所に建てられた。ブルメル町春地区の聖火近くにも 記念塔と日本語の説明費がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。